こんにちは、こんばんは、たけちゃんです。今日も動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。はい、今日ですね、何話そうかななんて思ったんですが、ちょっとね、ある方からね、ちょっと言われたことでね、ちょっとね、自分はね、まあドキッともしたし、ちょっとね、まあうるっともしたっていうようなね、そんな話なんですけど、まあその方ね、よくね、自分のことをね、見てくれてるななんて、そんなことも思って、逆にね、まあ感謝だなっていうようなね、そんな気持ちもね、湧き上がったんですが、何言われたかっていうと、まあ無理してないってね、そんなことを言われて、無理しなくても、そんなにね、無理しなくて、一人でね、抱え込まなくていいよみたいな、そんなことをね、言って、何でもね、相談してくださいとかって、そういう風にね、言われたんですけど、最初ね、何がですかって言ったらね、なんかね、自分ってすごくね、無理をしているようにね、見えるっていうですね、まあいつもね、こうやって自分はね、幸せだとかね、運がいいとかね、そういう風に言ってるのがね、本当にね、なんかね、なんか無理しているように見えるって、皆さんどういう風にね、見えてるのかななんて、そんなこともね、すごくね、まあ気になっては、気にな にはね、すごくね、なったんですけど、まあ自分ね、本当にね、こう、まあ幸せ、最近ね、本当に幸せをね、感じられるようになった。まあ以前はね、まあ自分なんてみたいな、そんな感じで、まあ本当にね、自己肯定感も低くて、まあ自分はね、こう、なんか何をやってもダメだし、本当にね、まあ実際にね、そういうふうに思っているから、何をやってもね、本当にね、ダメだったななんて思うんですけど、今はね、本当にまあ小さなね、幸せにも気づくことができて、まあ例えば道端に咲いてるね、まあ花を見て、以前はね、まあ花だぐらい、まあ気がつきもしなかったかもしれないし、気づいてもね、まあ何のねこともね、思わなかったですけど、今はね、あ、綺麗な花が咲いてるなとかね、まあお月さん見てね、まあ綺麗だね、月だな、今日は綺麗だなとかね、富士山、朝ね、富士山見ても、今まで富士山があるのがね、当たり前だったようにね、思ってたのが、それがね、富士山、朝のね、綺麗な富士山とか見ると、本当にね、幸せだなって、そういう風にね、まあ、小さな幸せなんですけど、すごくね、感じるようになったんで、まあ、今がね、一番幸せみたいな、そんなこともね、よくね、Facebook で話したり、投稿したりとかね、まあ、動画でもね、言ったりね、してるかもしれないんですが、ただね、まあ、そのね、幸せと、のまた反対側にはね、まあ、いろんな問題、自分もね、職場で、まあ、クレームの、ね、対応したりとか、まあ、職場での、ね、問題だったり、あと、まあ、家庭でもね、いろんな問題ありますけど、問題の部分っていうのはね、できるだけね、表には出さないように、まあ、たまにね、出してしまったりとかもね、しているんで、まあ、そこの部分を見てくださっているのかな、なんてそんなことも思ったんですけど、その方がね、まあ、無理しすぎないでねって、無理してるんじゃないっていう、そんなねことをね、言ってきて、無理しなくていいからねって、一人で頑張りすぎないでねって言った時にね、なんかね、すごくね、まあドキッともしたし、ジーンっていうね、なんかそんな風にね、まあ、自分のこと見こう分かってくれたっていうか、なんかそんなようなね、気持ちになって、すごくね、まあ嬉しかったなってね、そんなこともね、思いました。なのでね、自分はね、この小さなね、幸せ、本当にね、問題の方がね、全然大きいんですけど、やっぱりね、それをね、隠そうっていうか、まあその問題をね、まあ表にね、出さないように、それがね、もしかしたらね、無理してるようにね、見えたのかな、なんて、そんなこともね、思って、やっぱりでもね、このね、小さな幸せをね、感じる、まあ、幸せってね、本当にね、こう、例えばですけど、成功したらね、幸せとかね、何か欲しいものが手に入ったら幸せとか、なんかね、そういった、まあ、そこばっかりね、なんかこう、注目してしまいそうな感じなんですけど、まあ、そこばっかりね、注目してしまうと、小さなね、幸せっていうのがね、やっぱり見えづらくなる。例えばなんですけど、月が出てて明るいと、まあ、周りのね、星っていうのがね、見えづらくなりますよね。それと一緒で、そこばっかり追っかけていると、小さなね、足元の幸せっていうのもね、気づきづらくなるんですけど、まあ自分もね、まあ、年収800万になるとかね、まあ、
武神ともに豊かになるみたいな、そんなことをね言っているんですけど、もっとね小さな幸せをねどん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 拾い集めていくことによって、その問題みたいなそういったのもね小さくなっていって、逆に幸せがね大きくなるっていうようなね、そんな風に、ね、なるんじゃないかななんて思いますので、まあ皆さんねこう結構ね、まあ、外のねこうし人にねこうし人っていうか外部にね幸せを求めてしまう。だけどこのね本当に足元のね星屑をなんか拾うみたいな、幸せを拾うっていうような、そんなことをしていけば、やがてねまあその幸せ、小さな幸せが集まるとまあ大きくなっていって、それでそのね自分の欲しい本当の欲しいものみたいなものをね手に入れやすくなるのかな、なんてそのこともね思いました。はい、ではね今日はねまあたまたまねまあ会話の中でっていうか、なんかねすごいね自分が無理しているんじゃないかっていう、そんな風にね言ってくださった方がいて、ちょっとね自分もね本当にね気づきっていうか、自分もね結構ね無理してるのかなって、そんなこともね本当にその言葉で、ね、感じまして、ちょっとねそれだったらもっとね小さな幸せどん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 、本当に幸せって自分のね心が決めるものなので、そういってね外部にばかりにね目を向けないで、小さなね幸せ、自分もね本当に最近ね本当にいつもね本当にこれ小さな幸せなんですけど、家帰るとね僕靴をねそのまんまこう帰ってきたまんま、でね脱いで揃えてはね脱ぐんですけど、そのまま家に上がり込んでいくので、次の日ね会社行く時、本来ね靴そのまんまの向きになってるけど、いつもね逆を向いていて、そのままね前向いたまんまふって履いて出ていけるようにねなってて、いつもね家族がねこう靴をねこう逆にしてくれている、それをね最近そのことにね、今までそれもねあんまり気づいてなかったんですけど、よく考えると必ずね向きを変えてくれてるななんてね、そんな風にね思うと、それでね感謝だなって言って、それがねすごくねなんか幸せにね感じられているっていう、そういったね小さなね幸せにね気づくいけるようになったっていうのは、それがねどん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 蓄積していって大きなね幸せになるんじゃないかななんて、そんなことも思いまして、それで、ね、大きなね幸せになると、大きなね問題だってもうねそれがねちょっとね小さくなっていくんじゃないかななんて、そんなこともねすごくね感じて、やっぱりそういった小さな幸せ、当たり前のことがね幸せにね感じられるようになれば、どん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 幸せっていうのもね大きくなるなだなんて、そんなこともね感じました。はい、ではね今日の話幸せについてねちょっとね話してみましたが、皆さんどう自分のことをどういうふうにね見えているのかなって、そんなこともねすごくね気になりました。はい、ではね今日の話が良かったなって方はグッドボタン、またはチャンネル登録、まだの方はぜひチャンネル登録お願いします。はい、では今日も最後まで動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。たけちゃんでした。ついてるついてるついてる、ありがとうございます。